アルファロメオ182は、アルファロメオが開発したフォーミュラワンカー。1982年シーズンに投入された。1982年ブラジルグランプリでデビューし、第3戦のロングビーチでは、アンドレアでチェザリスが、平均時速時速 141.331km で、ポールポジションを獲得した。ベストリザルトはモナコでチェザリスが獲得した3位であった。 アルファロメオは1982年シーズン異なる3種のマシンを使用した 179D、182、182バイトすべてのマシンがアルファロメオ製3リットル V12 エンジンを搭載した。そのエンジンは540馬力 12000rpm を発揮した。182バイトはゾルダーで行われた1982年。 ベルギーグランプリで初めてテストされた。車体は1 2トル狭くなり、新型排気管とサイドスカートが装着された。イタリアグランプリでは V8 ターボエンジンを搭載した 182T がチェザリスによってテストされた。この車両はレースでは使用されなかった。182T は 182D から改造された。182T は翌シーズン 183T に。 改造された。ありがとうございます。